この日焼け止めで綺麗な動画撮るとバズるかも。やりましょう、バズりましょう。ってことで今回はスキンアクアの日焼け止めの動画を撮りたいと思います。今回ね、ちょっと自分に縛りをつけてみたんですよ。その縛りが水を使わないっていうのでして、結構自分が物撮り動画撮るってなると透明感の表現とかで水使いがちだなってふと思ったのと、動画の表現方法をもっと増やしたいし練習したいなっていうのもあって、今回その縛りで撮影してみました。こんなシーンも一回撮ったんですけど、これギリギリアウトだなと思ってなくしました。ぜひこの後の動画見てってください。ってことで完成しました、スキンアクアの日焼け止め動画バージョンです。どうぞ。